私は神奈川県選出の国会議員ですから、小泉進次郎先生といろんなところで一緒になりますと。で、話をするのが一番やりにくいシチュエーションというのは、小泉進次郎先生の後に喋ることだということをいつも言ってるんですが、今日は前に喋らせてもらっていただき、大変ありがたいなと思っているところでございます。今、島村先生からも話します。横須賀の魅力の一つに、私もこの、自然、山もあって海もあるということがあるなというふうにいつも思っているわけでありますが、この間の外国人の、友人と話をしていました。東京に住んでいる方なんですけれども、ある企業の、日本法人の社長をしている人なんですが、その彼は自転車が大好き で、その自転車を乗るために東京から三浦半島までいつも毎週末乗ってんだって、こういう話をしていました。走りやすい道が多い、そして走りがいがある道がアップダウンもあったり、走りがいがある道も多いということのようであります。